アニメ好きおばかつしーさんです。今回は飲む美容液ドリンクと言われ肌に潤いや体調が良くなったなどの口コミ多数雑誌 SNS で大反響、そして無農薬で無添加オーガニック認証を取得したサジー、そんな優秀な美活ドリンク、これはやばいということで早速購入。こちら驚くことにたった500円で購入できたんです。一体どんなのが届くんだろうとワクワクしていました。でもほんと500円はありがたい。気楽に試したい時にパッて出せる金額なので、あまり躊躇せずに購入することができました。主婦の味方。まず初めに目についたのはこの飲み方が載ってるチラシですね。毎日30から60ミリリットル飲めばいいみたいです。美味しい食べ方の案内があります。ヨーグルト、オレンジジュースが美味しそう。続いてこちらは挨拶文です。会社の社長さんが書かれたのかな。とっても綺麗ですね。あ、初めから気になった1000円割引券、なんかお得感あって使いたくなりますね。続いて芳醇サジーについて丸わかりブック、これ見るとね、ほんと良さが伝わってきました。アーユルヴェーダでも結構使われてきた果実みたいです。サジーにはビタミン、鉄分、アミノ酸など200種類以上の豊富な栄養素が含まれています。一部ではスーパーフルーツって言って話題になってるみたいですね。登場しました、芳醇サジー。サジー飲む時用のミニカップついてました。助かります。こちらのカップは量もしっかり測れるようになってるので、何気にこういうことってありがたいですよね。1日30から50ミリリットルしっかり測って飲めそうです。上の方のテープがなかなか剥がしづらかったのでカッターで切ることにしました。やっと開封、嬉しい。開けるとこのように固定されていたので、これを上にずらして瓶を取り出しました。なんかこれとても大人なデザインになっています。オレンジとピンクのグラデーションでとてもおしとやかなデザインですね。有機ジャス認定サジー果実ピューレ使用って書いています。あれ、ちょっと剥がれそうでくっつけました。会社は株式会社フィネス、博多って書いてたので博多の方で作られてるのかな。ではでは早速気になるシーン、蓋はあまり力のない私でも開けることができました。ただこちら蓋のこの残りの部分で怪我しないように気をつけてください。次回歯磨き粉、バスソルト、キナワ石鹸レビューしています。お楽しみに。では早速注いでみます。今回は味見をしたかっただけなので量は特に測らずに注いでいます。色はものすごく濃いオレンジ色ですね。なんか本当に濃厚濃縮されたって感じの色をしています。なんだかマンゴーの色に似てますね。それではいただきます。飲んだ感じなんですけど、正直美味しいとは言えないな。酸味は結構あるかな。マンゴージュースに甘みがなくなったような、そんな感じかもしれないですね。でもね、不思議なことに全部飲み終えるとまた飲みたいって思っちゃったんです。まずい、もう一杯ってやつですかね。飲み方はいろいろと工夫できそうです。後日なんと別のサジージュース頼んでみました。両方頼みたいっていうのもあったので、こちらはキュリラのサジージュースになります。甘味料は一切入ってないタイプです。色はね、やっぱりさっきのサジーと同じような濃いオレンジ色しています。そのままは味気なくて飲みません。でもね、美味しい飲み方発見したんですよ。サジーを 30ml 入れます。そしてリンゴジュースをキャップ全部いっぱい入れてカップに入れ、続いて酢を足します。これは好みによって量を加減したらいいかもしれません。これね、ほんと飲みやすいんですよ。美味しくて、甘いの好きな方はもっとリンゴジュース足すといいかもしれません。今度はカルピス&炭酸水試してみたい。すごい美味しそう。キュリラもしっかりとこだわりがあります。栄養素の高いピコアサジーを使っているそうです。
こちらも含まれる栄養素200種類以上。それは甘味料なし純粋なサジーを選びたかったっていうことです。両方とも同じように引けを取らなく素晴らしいサジーピューレなんですね。ただ甘味料に関しては自分の好みのものを加えて甘さを調節していきたいなって思いました。なので今回こちらを選びましたが、ズボラさん、めんどくさがり屋さんは芳醇サジーの方が初めから甘みがついているのでおすすめですね。どうでしたか？サジーの素晴らしさ少しでも伝わったらなって思います。